さすが、発声がですね、さすが、はい、はい、次のところいいですか。もうね、何度もご出演をいただいているんですが、はい、上越市を拠点に活躍されているジョイ・ゴスペルさんというね、今あの真ん中で指揮をされています山崎ひろこ先生をね、たくさんまたまた今年もありがとうございます。ありがとうございます。はい、ゴスペルね、あ、今回はこのグループだけかしらね、ゴスペルのね、昨日今日とね、はい、楽しみにしておりますが、どうですか準備は OK、 OK ですか、はい、じゃあご紹介いたします。ジョイ・ゴスペルの皆さんです。お願いします。Everywhere I go, 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 I
ありがとうございます。こんにちは、上越から来ましたジョイゴスペルです。平成19年に、始めました私たちグループは来年になると10周年を迎えます。ここの、1歳年下となっております。それでは忘れないうちにメンバー紹介をします。はい、まず、ね、ちょっと緊張してますね。はい、最初にお送りした曲は This is Little Light of Mine という小さな光をいつも掲げていこうという歌です。で次は Lean on Me という曲だったんですが、いつもあなたのそばにいたいというふうに言っている曲です。はい、それでは、ではソプラノさん、はい、メゾさん、はい、アルトテナーさん、はい、そして、はい、ピアノ、はい、渡辺さん、はい、ベース朝比奈さん、はい、ドラム中里さん、はい、こんなことをやるって言ってなかったんで、ちょっと皆さんどうしようって感じです。すいません。それでは次はハレルヤという曲を送らせていただきます。これは出てこない、まあクラシックの曲を、ゴスペル調にアレンジした曲です。お聴きください。
レルヤ、メサイアというクラシックの曲から、ゴスペル調にアレンジした曲をお送りしました。続いてインズサンクチュアリという曲を送らせていただきます。どん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 調が変わっていって、そして、私たちの手の動き、足の動きがあるんですが、これがまた大変でね、だんだん皆さんね、最初はついていってるんですけど、だんだん遅れていくんです。今日は遅れないで頑張りたいと思います。はい、ではお願いします。Thank you.
はい、ありがとうございます。続きまして、ヒール・ザ・ワールド、マイケル・ジャクソンが歌ったことで有名なヒール・ザ・ワールドなんですが、これを日本語中に、あ、日本語中で日本語で歌います。武器なんか持たなくても心で語り合って武器を持たないで戦おうと言っている曲です。しっとりした曲なので、皆さんももし歌えたらおーおーで参加してください。
私の大好きな曲の一つです。はい、ジョイゴスペルは、幼稚園生からも迎えています。今小学校4年生の子が入っていますが、入りたい方上は95、いえ100まで、下は、4歳から受け入れ可能です。幅広いジョイゴスペルでございます。それでは最後の曲となりました、大工をアレンジした、曲で、ジョイフルジョイフルをお送りします。私去年、ね、出なかったんですが、今年、いや去年出ないで今回6回目になるんですが、どうですかね、見たことある人分かりません。私30キロダイエットしたんですけど、この日のためにダイエットしてきたんですけど、お分かりになるかと思います。はい、ではジョイフルジョイフルお聴きください。小さいお子様から、90何歳の方まで、本当にあの私もゴスペルやったことがあるんですけれども、あ、ひろこ先生こちらにちょっとよろしければちょっと出てください。
お疲れ様でした。はい、はい。もうそのいろんな年代の方をご指導されていらっしゃるということですけども、はいはい、ねえ、はい、今日も本当にそういうのとても今日はちっちゃいお子様は遊びにいらっしゃってるのでいいと思うんですけども、はい、なんかどうやってこう皆さんこう先生のことを聞きつけて習いたいっていらっしゃるんでしょうね。そうですね、なんかイベントになんか出た時にあ私も習いたいとか、 あとなんかあの地元 の、 なんかあのそういう交流館とか学びの施設があってそういうところで開催しているので、それをなんかこう告知されているのでそれを見て来られたりします。はい、なんかあのゴスペルって、合唱よりも曲がこうちょっとノリノリで、で一人でソロを、ね、いきなりこう歌える人もいるんだけれども歌いたいんだけど、自信がないっていう人はなんかゴスペルでみんなで歌うとちょっと入りやすいというか。そうですね、英語もちょっと大変なので慣れないまではもう皆さんに、はい、うーとかでいいので参加してって言ってあるのでうーおーって最初言ってるんですけど、はい、そのうちに、はい、あの歌えるようになってくるので、はい、ね、であのほら向こうではやっぱりみんなあの教会で誰もが初めてでも何回か1番2番って歌ってるうちに、神様の前でね歌えるようになるっていう風に考えられている歌なので割と覚えやすいというかね誰でも親しみやすくできてるのでいいんじゃないかと思いますけども。でもあの先生もねなんかいろいろご活躍のあれですけど、はい、あのありがとうございます。あこの他になんかちょっとコーラスおばあちゃんたちのコーラスを教えてて、はい、それがなんかちょっとどんどん人数多くなってなんか今550名になって550名。そうなんです。だからあの5月の時もなんか飯山であのイベントあるんですけど、はい、それは90名参加をさせていただいて、あの飯山に新しくできたあのホールですか。ホールに90名、まあ、あの東京オリンピック の、 あのなんだっけあのスタジアム